加工課では板金、溶接、塗装についての知識と技能を習得します。これらは自動車板金や工場板金などをはじめ、東京スカイツリーなどの電波塔、高層ビルなどの建設にも欠かせない技術です。金属加工課は板金、溶接、塗装の各分野の専門知識、技能、実践力を身につけ、工場板金、鉄骨、青管、自動車板金塗装、金属塗装等の金属加工業種で活躍できる人材を育成します。金属加工課では JIS 溶接技能者評価試験の基本級 SA2F、 専門級の SA2H、 技能検定構造物鉄工2級の実技試験、ガス溶接技能講習や各種の特別教育の資格取得を目指し訓練を行っております。なお資格の取得率は約 100% と高い合格率を上げております。ここ数年の金属加工科修了生の就職率は 100% です。鉄鋼建築、青管、車体加装、建築金具製造、自動車板金塗装等の各業種に就職し活躍しています。金属加工課では県内一や全国一の溶接工を目指して訓練を行っています。皆さんも入校して県内一や全国一の溶接を目指して頑張ってみましょう。金属加工課では1年生が栃木ものづくり技能競技大会、2年生が栃木県溶接技術競技会に参加しています。栃木県溶接技術競技会は県内の溶接に従事するプロの職人が参加する大会で、金属加工課の職員と訓練生が平成23年度から連続で優勝を勝ち取っており、それ以外も上位入賞を果たしています。そしてこの大会は優秀な溶接技能者が全国から集まる全国溶接技術競技大会への参加資格が得られる大会でもあります。金属の板を伸ばす、引っ張る、切断する、曲げるなど板金加工に関するさまざまな知識と技能を身につけます。自動車板金、工場板金など幅広い業界で活躍できる人材の育成を行っています。在学中に溶接に関する主要な資格を取得します。最初はうまく鉄を溶かすことすらできませんが、繰り返し練習することで入校して半年も経つと基本的な作業は一人でこなせるようになります。ガス溶接、皮膚アーク溶接、炭酸ガスアーク溶接などはもちろん、アルミニウムやステンレスのピグ溶接に関する実習も行います。金属加工の仕上げとして塗装があります。見た目を良くするのはもちろんですが、塗装には金属表面を保護するという大事な役割があります。綺麗で丈夫な塗装をするためには、同じ色を作るための調色、パテ付け等の下地処理の方法、吹き付け方法などのさまざまな技能が必要となります。金属加工課ではそれらの技能を繰り返し練習し、自動車板金塗装、金属塗装業界で活躍する人材の育成を行っています。